スライスしたジョナゴールドジョナゴールドは1953年にアメリカ合衆国ニューヨーク州農業試験場がゴールデンデリシャスの食感と紅玉の色味を掛け合わせて開発したリンゴの栽培品種大きく甘みのある果実と薄い果皮を特徴とするその大きさから世界中の商業的栽培農家から好まれている三倍体であるため花粉は不妊性である ジョナゴールドの枝代わりであるジョーニゴワードは、米国特許商標庁より、p p 0 5 9 3 7号特許を取得していたが、失効している。ジョナゴールドの下皮は、黄緑色を基調とし、クリムゾン色が好調した方のように現れる。ゴールデンレッド系のリンゴの中では、赤身、または緑色が完全に抜けることもあり得る。果実はふんわりと、サクサクした食感を持つ。果が多く、 方向性があり、甘酸っぱい味がする。ベルギーでは最も人気のある品種で、アメリカリンゴ協会によれば15番目に人気の品種である。日本へは1970年に秋田県果樹試験場へ導入されて以降に普及し、リンゴの中では4番目に生産量の多い品種となっている。日本国内の生産状況多々数、ありがとうございます。